はい、こんにちは、てっちゃんです。ドラクエタクトやっていきましょう。本日は昨日の続きですね。ピラミッドの EX の、2話ですね。昨日1話が逃げ切りでしたね。逃げ切りでなんとか勝てたというところで、逃げるでいいんじゃない、ヘルクラッシャーいないから、倒してね、黄金の爪がさらにプラスでもらえるってこともないんで、逃げでいいと思うんですよね。はい。で、今日のが1万8000っていうことで、まあ、きついよね。もう明らかに眠らせてきそうな感じですよね。毒が効く、毒、あ、そうだそうだ、あとあれだ、魔法が効かないってことを全然忘れてましたね、昨日ね。でも屋台ゴーストは正解でしたね。お休み提灯が結構敵を止めれたんで良かったですよね。構成どうしようかな。今日も動きが早いやつがいいよね。で、逃げながらゴール目指してね、かわしながら、敵の攻撃をかわしながらゴールを目指すパターンがいいんじゃないかなと思いますね。まあ、とりあえずギラとメーラー、あとあれだ、昨日キングスライムだ、キングスライムのぶっ飛ばしも良かったんだよね。邪魔な敵ぶっ飛ばしていってたから、そんなことを考えながら、パーティーを組みましょうか。あれ、昨日のパーティーって残ってないのかな。これだ。これで、稲妻もよかった。あ、あとあれだ、麻痺もよかったんだよね。麻痺も良かったっちゃ良かったんだよな。で、自動 HP 回復も美味しいよね。誰か他に候補いるかな。動きが早い子なんで、昨日ドラゴスライムが結構、あれドラゴスライムってどこだっけ。あ、 B か。でもなんか毒が効きそうだよね、なんかね。じゃあここはドラゴスライムにして、ここバブにしようか。バブ菌毒が効きそうだから、こうして煉獄町、屋台ゴースト、ドラゴスライムでゴールを目指して、ゴッドライダー、それからバブルキングで、しんがりを務めてもらうと。でいいよな、魔法は使えないからね。よし、じゃあこれ一回行ってみましょうか。とりあえず今日もパーティー遊び、逃げ切ればいいんで。18000に対して16569、行ってみましょう。今日はぶっ飛ばしがいないからね。立ちはだかる敵は、なぎ倒していく感じ。ゴールが右上、はい、右上で、じゃあ右の方に移動力のある子を持ってきて、こっちで受けるか、左で受けるという感じでいきましょうか。はい、行ってみましょう。
よし、お灼熱で、あ、倒せない、うわ倒せると思ったんだけど、ステージごとにステータスが違うのやめてほしいんだよね。よし、はい、こっち、はい、お休み調子、休むか、休んじゃっていいよ。よし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 、え、これもうもらったんじゃない、ちょっとえ、だってもうまっすぐ行くだけだよこれ。この上の敵が右に回り込まないよね、こっち側にね、下に来る限りもう勝ちじゃないこれ。はい、いやー、屋台ゴースト最強だよ。倒そうか、え、だってるか、出てこっちだな、はいはい、こっち来て殲滅、はい、つなぐり、よしよしよし、いい位置来たじゃん、猛毒の息、半減、半減だけど入っちゃうんじゃないこれ。よーしよ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 し。仲間呼んだ。うん。どこ、あ、ちょっと待って、どこ出た、下か。下。よしよしよし、下だったら OKOK。はいはい。お、あ、ちょ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 、え、ちょ、あ、やばい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 。やばい。悠長にやってる場合じゃなかったこれ。ちょっと待てよ。ゴール、ゴール目指そう、ゴール。これやばくない？え、ちょっと待って、下もいるんだよね。やばいって、やばいって。こっち行って。半減、半減、半減。スラスラッシュ打ち込みたいな。こやつらはどうせ、おお休み入った、いいね、あ、下いたか、下いたか、おー、ちょっと待てよこれ、これ、あー、ちょっと、ど、うん、だ、あ、大切だ、あこれ一匹倒すとあれかな、黄金爪5個もらえるのかな。じゃあこっち行こうか。毒毒好き。あ、ちょっと待って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 。入るんじゃない？ちょっとやろう。効かなかった。寝ちゃう。あ、ちょ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 。ちょっと。ちょちょ。ちょっと、やばいやばい、遊んでる場合じゃなかった、やべ、あのヘルクラッシャーどっち来る、あー、やっぱそっち来るよね、そっち来るよね、ちょっと待って、ちょっと、こっち来て、猛毒猛毒猛毒、いい、あんたは毒だ、毒係、当たってよ、当たってよかったのに、当たって起こしてよ、あ、よし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 みんなすまん、ゴール行かしてもらう、あぶねえ、なになに、あの数、あの数何、ヘルクラッシャー3匹出てきて
うわ、まあ、とりあえずクリアだよね。次2万。いやいや、これでまた呼ぶんでしょ。いやでもね、屋台ゴースト使えたね。おやすみちょうちん、あそこで一食い箱ね、眠らしたの大きかったんじゃない。うん、だけどターンの最初の行動って煉獄町が一番早いんじゃないの。一食い箱が目覚まして仲間呼んだみたいになっちゃってたけど、おかしいよね、ターンのあれがね、周りがね、倒せると思ってたんだけどね。人食い箱がヘルクラッシャー呼んでたよね。あー、そこ納得いかないな。でもバブルキングで毒に入れていくヘルクラッシャーに有効なのかな。ヘルクラッシャーも毒持ちだよね。だからパーティーリーダーにバブルキングにして毒耐性下げてヘルクラッシャー倒す。いやーでも多すぎるよ、3匹は多すぎるよ。うん、まあとりあえず今回も逃げるが勝ちということでクリアできました。クリアできましたって言っちゃっていいのか分かんないけどね、まあ一応クリアだよね。はいはい、というわけで本日は以上になります。また次回よろしくお願いします。